方もね、うん、そうそうそうよね、うんうんうん、なるほどね。あ、3時半で何、うん、今オンで撮れば、はい、どうぞ。あ、いいぞ。はい、はい、これやるの忘れちゃってた。あ、もう4時になったの。4時ですね。はい、4時となりました。突然始まります、はい、ミタトラボなんですが、実は今日が最終回です。2年半ぐらい番組を持たせていただきまして、私最初はいつもやってる湯原さんが紹介してくださいました縁から2年半という時間が流れていました。びっくりしました。でね、ちょっと振り返ったら、二個奏者の鈴木さんの回が、1830回の再生がありました。ありがとうございます。もう一人ね、鈴木さんありがとうございます。やっぱね、本当にね、その方なんかすごい嬉しかったです。ありがとうございました。はい、で、本当にね、いろんな方と出会いましたし、いろんなことも情報を得ることができましたし、いろんなことを本当学ばせていただいて、まあ、喋りが上手くないなっていうのもよくわかりましたけど、まあ、自分なりに頑張って2年半、いい時期に卒業かなと思っておりますが、そんな今日は次の MC さんを一緒にお連れさせていただいたので、今日はね、私の話を聞いてもらおうという形で来ていただきました。はい、自己紹介のお願いします。はい、ではこの後まみきさんの番組の後引き続きさせていただきます。今度は新しい番組名で、うん、はい、グレースチャンネル、はい、でハートがつくんですよね。ハートがもうなんかいろんな人の真似してる感じなんですがなんかちょっとパクっちゃった感じもありますが、グレースチャンネルということで、はい、心が温まる番組をお届けしていこうと思っております。はい、私はグレースの富田ひろ子と申します。これからどうぞよろしくお願いいたします。ということなので、いつもね MC さんこっちに座るんですけど、はい、今日あえて変わろうかなと。で、このね、変わるのって本当に何年も前に、うん、裏ミタスラボっていうなんか怪しげな番組をゲストさんが MC やっていただいてやったことがあるんですけど、同じような感じで場所をちょっと変わっていただきたいと思います。裏ミタスラボ、はい、なんか気持ちがすごい楽になる。では移動させていただきます。はい、お願いします。そうなの、今日ゲストなの。そうです。ありがとうございます。ゲストをご紹介する前、最初にやることがあるんですよね。そうです。はい、スポンサー様のご紹介を今日は、はいはい、ひろこさんにしていただきます。はい、では、はい、初スポンサー紹介になります。お願いします。ここも読むんですよね。あ、ここからですね。はい、それではご紹介いたします。はい、ペットの総合施設 DC キャッスル様、ありがとうございます。ありがとうございます。笑いヨガ講師つかちゃんの癒しタイム様、ありがとうございます。大人が輝く背中を見せる梅チャンネルの松原美里様、ありがとうございます。愛を歌う教会育ちのシンガーソングライター平様、ありがとうございます。ウルトラ車検1万3000円静岡、検索してください。はい、ぜひしてください。いつも緑がいっぱい増田グリーン様、ありがとうございます。身につけるだけで体感アップテラスパワー様、はい、ありがとうございます。モグ先生、缶お買い上げありがとうだつ様、ありがとうございます。こういうのもあるんですね。はい、あります。ドリームボード認定講師坪井美希様、ありがとうございます。ありがとうございます。よもぎ虫と足圧マッサージサロンカウピリ様、はい、ありがとうございます。浜松の神エステサロンサロンドピュール様、ありがとうございます。あなたをより輝かせますスーパーフードアドバイザー増田由紀様、ありがとうございます。牧之原で創業30年、居酒屋のんき様、ありがとうございます。地域参加型テレビ掛川 TV 配信開始、はい、ありがとうございます。すごい、なんか読んでるの聞くのっていいですよ。自分の読むのね、すごい緊張するんですけど、ね、そうそう、カミカミになったりとかするんですけど、人が読むのっていい。いいですか。こうやって始まるんですね。そうです。もう今横にね、もうついていただきながらアドバイスをもう見守って頑張ってください。大丈夫だと思います。はい、それでは今度私はこちらに来ましたが、はい、今日のゲストは、はい、
なんと並木美希さんです。ありがとうございます。なんかすごい変なんだけど、そうです、私ね、時々こう、会話の中で私、お花の先生なんですって言うと、って言われるんですよ。確実に知らなかったとか。並木さんは本当は何です？あのお花のお仕事をさせていただいているんですけれど、なぜか見えないと言われることが、ほぼ98% ぐらいの確率なんです。結構ですね。結構ですよ。あの会う方に何仕事してるとかすごい言われるんですけど、確実にお花の仕事をしております。はい、本当は本当でしょ。そうなんですけどね、元一番最初はプリザーブドフラワーが出始めたばかりの時で、もう10年ぐらい。そして結構走りじゃないですか。そう、実を言うと走りなんです。すごいね、最先端じゃないですか。そうだったんです。あのね、きっかけは枯れないお得っていうだけなんですけどね。あの成果は大好きなんですよ。で枯れるのも徐々に枯れていくのも、もうなんかそれもいいなっていうのがあるんですけど、まあケチなわけではないんですけど、枯れない花っていうその魅力があって、で、あの、藤枝の方にね、先生がいらっしゃって、まあ、あの、ちょこちょこホームページとか見てたら、行ってみたいってなって、行ってみたら、まあ、その先生が面白いか面白いことって話で、お花の先生の前に、あの花よりもその先生が面白かったんで、通うようになったんですね。それはもう先生が面白かった。そうなんですよ。なんか、馬が合うみたいな。あ、で、お花始めたんですけど、あの、どんどんハマっていくんですよ、お花にね。なんで、あの、昔のプリザってバラとカーネーションしかないような状態だったんですよ。で、まあ、もう種類が限られてたんですね。限られてる。バラとカーネーション、あと小花があって、緑がちょこっとあるだけで、今のね、あの、例えばガーベラがあったりとか、いろんなのがあるんですけど、最近なんです、あれ、私に言わせると、みたいな。老舗じゃないんですよね。前を知ってるんですね。そうなんですよ。で、なんかやってるうちに資格取りたくなってしまって、資格取って最初は趣味なところから入ったんですか？そうなんです、趣味だったんです。でも資格取ればなんて甘い言葉で取れるってなって、ですっごい大変でした。もうすごい教会のねテストが大変で、テストがあるんですか？そうです、あのね、筆記は簡単なんですよ。でも実技がめちゃめちゃ大変で、3時間半ぐらいでブーケ1個作るんですけど、全部花の位置も決まってますし、ワイヤーの長さも決まってますし、ワイヤーの処理でテーピングからなので、こんなに人って頑張れるんだってぐらい、人生一番頑張った時期ですね。もうなんかね、うとうとしながらもうワイヤーを刺してぐるぐる回すみたいな。で、仕事してたんですけど、昼休みにもうワイヤー出してぐる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 回す。何やってんのって。その前のお仕事をされながらも。そうです、そうです。されながらも無謀にも試験を受けてしまったというね。それはすごい大変な試験で、あの、ほんの細かいことなんですけど、冬2月に試験受けちゃったんですよ。そうすると寒くて手が動かないんですよね。そうね、だからもう手袋を、試験会場まで手袋はするが、異様なまでに車内はあったかいみたいな。で、手が滑らないように、あの、絶対こう、あの、クリームはつけない。なんだったら逆にこう、粉をつけるみたいな感じまでして、その粉を滑らなくなるんですよ。あ、なんかよくスポーツ選手みたいな感じなんですけど、で、それで資格を取りまして、で、あの、資格を取れるように育てることもできたので、生徒さんを集って、資格を取るような形でさせてもらったり、あのね、アレンジ作ってるのがめちゃめちゃ楽しくて、気がついたらハマってるっていう。で、寝ないで作っちゃうんですよね。え、もう時間も忘れちゃうんですよ、もう。楽しくて。そこから始まって、ブライダルやったり、あとアレンジを販売したり、で、レッスンしてるんですよね。で、プレザだけだと、あの、こじんまりなんですよね。で、それがどうしても嫌で、あの、何基本小さいですよね。そうです。あの、花首しかないの。小さいんですよ。花首。それに、あの、もう花首だけ。そうなんです。だからワイヤーつけても、せいぜいこのぐらいみたいな感じです。なので、何かいい方法はないかなって言って、まあ今、そういうものを販売したりとか。どういうふうに今。プリザだけだと、こじんまりになってしまうので、あの、高級造花と言われると、アーティシャルフラワーっていうのが高級造花なんです。何フラワーですか？アーティシャルフラワーって言って。アーティシャルフラワー。アーティシャル。うん。あの、造花なんですけども、物がめちゃめちゃいいんです。わかんないんです、遠目に見ると。
本物のかのように見えるとそうです、近く行っても結構わかんないです、まあ、私のとこに来てくださる方は必ず見ますよ、こうやってどっちみたいなそれさ、あのなんか触れたそうプレザじゃないからねっていうところなんですけど、そういったものを使っているので、もう結構ねだってブリザーブドフラワーはやっぱわかりますもんね、わ、うん、かります、もうそういうのってね、そうだけど、それどっちかわからないぐらいのものを使っているので、例えばお祝いの会社の関係でお祝いの花って胡蝶蘭ばっかりじゃないですか、でも胡蝶蘭ばっかりだと並んでても自分のやつって目立たないじゃないですか、小さいのはをねお渡しするわけにもいかないしみたいな、でもこんな大きなは渡せないしみたいな、だいたいね枝がこう3つに分かれてる、7つとかあるんですけど、枝の数で結構値段が違ったりとかするんで、そうすると胡蝶蘭でずっとみんなと同じとこ並んでいるよりは目立ちたい、私は別に目立ちたくないんですけど、お花を目立ちたいわけですよだって並んでたら一個違うのあって、それがまたすごいだったらもう目立ちますもんね。そうこの前ねちょうどお祝いの花がありまして納品させていただいたんですけど、もうすごい数の胡蝶蘭だったんですけど、ど真ん中に置いてくれたんですよ、作成成功みたいな、あのドヤ顔しませんけど、ドヤ顔みたいな感じ、もう気持ちの中ではドヤ顔ですよね、そうそうそう、もうガッツポーズ赤いりはもうなんか嬉しくてみたいな、そうなんですよ、なのでね、ちょっとそうやってお花を送るけど、人と違うとかこだわることをしたい会社の方たちにお願いして、ちょっとこういうのどうですかっていうのをやらせていただいたりとか、新しいご提案ですよね。そうなんです、あとは、ね、レンタルフラワーやってます。レンタルフラワー、うん、例えばどういうとこ、某有名自動車なんですけど、高級自動車のなんでお店ショールームっていうんですか、あれのところにお花を置かせていただいたりとか、それってもう本当に高級路線のところですよね。高級路線なのでものすごい気を使います、すごく気を使いますけど、やっぱね刺激はすごいありますよね、やっぱそれって、お店の雰囲気に合わせます、はい、お店の雰囲気と、あと予算を聞かせていただいて、あと使うものもやはりもうバラですね、中心はバラ、基本バラです、バラです、あのやっぱ高級感を出すためにはバラしかないみたいなところがあるので、バラを使ったりとか、あとはこの天井が高かったりとかすると、ちょっと高さ出したかったりする場合は、まあやっぱり高級造花を使った感じのアレンジにやっぱりプリザは必ず入れるみたいな感じで収めさせて、そのセレカとプリザーブドを合わせるかな、ね、プリザとその高級造花ですね、アージシャルフラワーをミックスさせて収めるので、セレカと変わらない見た目になる、になると、そうなんです、そうすると、あの会社の方って忙しいじゃないですか、そうするとお水をあげなきゃいけないとかあの枯れたらなんか抜くとかね、そういうこと一切ない、すごい簡単なことだけどできないものですよ、そうなんですよ、そうですよね、気がついたらめっちゃ枯れてるけどっていうねなんか化石みたいな花がありますけどっていうところのお客さんで行ったことがあるんですけど、天然ドライフラワーも、ね、ドライフラワーもこうちゃんと作ってればいいんですけど、ふにゃんって曲がってるとこれってカーネーションだったみたいな、あの気持ちはあってもなかなかね、そう時間とか ね仕事が忙しく、なのでその1ヶ月に1回とか何ヶ月に1回で向いて、そう特化するので、そんなに大丈夫なんですか期間は？あ、全然大丈夫です。あのプリザって基本的にもう何年単位なんですよね。日本で梅雨の時期があるので、あのすごい5年持ちますとかって永久ですということはならないんですけど、結構持ちます。うちのね玄関なんかにあるユーカリをメインにしたあのリースがあるんですけど、それなんかねもうね10年近いんですよ。あのね、最初は誘拐の匂いがあったんですけど、今はもうもちろんない。コアラちゃんがね、好きな誘拐ですよね。そうそうそう、大好きだね。そうなんですけど、それはすごい、評判が良かったりとか。だってずっと置いてあるんですもん、みたいな。そうなんです。え、それを木だけでっていうのを、こう。そうです。リースのとこに、一生懸命こう、細かくしたそのユーカリを刺していきながら、お花も一緒に入れていくみたいな。なので、プリザも枯れないので、そのままいつまででも OK みたいな。そういうものがあ あるんです。で、もう目立つとこはね、やっぱり同じプリザらしい作品は私あまり好きではないというか、望まないというか好まないので、なんか成果と近づけようっていう。少しでも。そう。基本的に成
果が好きで、成果のレッスンもさせていただいたりとか、あとホテルの会場総括のお手伝いをさせていただいたりとかするので、成果ってすごい緊張するんですけど、切るときにね、もう切ったら短くはですけど長くならないんで終わっちゃう、終わりですよね。そうそうそう、なので成果に近づけようっていうのがあって、そういうことも仕事で少しでも、そうなんです、近づけよう。そんなね、レッスンもグループレッスン月に1回やらせていただいて、あとは個人的なレッスンももちろんあったりとか、ブライダルももちろんやりますし、何でもやるんですけど、あの個人レッスンをね、ずっとやってると気がついたことがありまして、どんなことですか？あのね、皆さんね、悩みが多い。お花ではなくて日々の生活悩みが多いんですよね。でお花をね、触ったりとかちょっと開放感があるのか、実は私ねとか、うん、こんなことで、あのこう切りながらですか？そうそうです、こう切りながら、こうやりながら心の声出てくる感じですかね。そうなんです、自然出てくるので、そしたら、結構私人生経験がいっぱいあるみたいで、あ、それね、私ね、いくつの時に経験してるけどみたいなのが多かったんで、引き出しがめちゃめちゃこう多かったんですよね。どこにでも共感できる感じが、そう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 、ネタがいっぱいありますみたいな。なのでいろんなこと、なんかいろんな深い人生経験の感じの、あのね、人生経験だけで言うと多分ね、70代後半ってよく言われます。あの実年齢、実年齢は違いますよ。もちろんもちろんもちろんね。なんだけど、プラスいっぱいあるんで、私それを最初はそこ嫌なことだと思ってたんだけど、ちょっと待って、ピンチはチャンスってこのことみたいな感じでいろんな方に伝えてたんですよ。そうしたら、そういう考え方に私もなりたいって言ってくださる方が多くなりまして、今あの、この番組名と同じ、ミタスラボというセミナーをやらせていただいてます。あのミタスラボ、そう、こじらせ女子みたいにしてるじゃないですか。あの何があってもすぐいじけてしまうとか、どうせとか、いじける感じですね。そうそう、こう、宇宙人みたいな。どうせ私なんかとか、なんかでもね、不幸じゃないけど、楽しくない毎日とか。それって考え方一つで変わるってよく言われるじゃないですか。でも、じゃあどうやってって思いません？どうぞって言われてもね、そうそう、変わればいいじゃんって言われてもね。そうそうそう。変わり方わかんないから今ここにいるんですっていう方が多かったので、その方に、じゃあこういうふうに考えましょうよとか、ちょっとなんでそうなっちゃったかを紐解いてみませんかみたいな話をさせていただくセミナーが実はあるんです。それって本当そのきっかけで、そうなんですよ。あのね、卒業生というか中には本当にね、自分の望む未来を一つずつ一つずつ手に入れて、多分こうニヤニヤってこうしてるような方が何人かいるんですよ。そうで、私自身も自分の満たす、あの、心を満たすために望む未来を一個ずつ手に入れている過程なので。結構ね、毎日楽しいんですよ。でね、一人の時がめちゃめちゃ楽しい。なぜか一人の時が、そう、なんでかっていうと、自分の望む未来についてがっつりこう考えられるんですよ。主婦なので家事とかもあるわけですよね。でも一人でいるとその時間没頭できるんですよ。でこう何も考えないというかね、そう、とっても大切。でそういう機会を託すためには、いろんなことを整理するべきなので、そのところをねちょっとお話しさせていただいてて、で、あの満たすジャーナルという、あの、まあ、手帳があるんですけど、それプラス、いろんな話をさせていただいて、きっかけは与えられるよって講座がまず一つあるのと、3ヶ月間みっちりみっちり向き合います。1週間に1回絶対セッションするんですよ。なぜそんなに細かいのっていうと、1週間経つと人の気持ちって元に戻るんですよ。あのちょっとこう、そうそう、上げて下げのところでけど、1週間経つと、だいたい皆さん1週間なんですね。戻るんですよね。1週間前に戻る方もいるんですよ。これなのにせっかく。そうなんです。なのであの日々はね、朝ね、だいたい8時ぐらいか夜10時ぐらいまでは LINE でもメッセージも何でもくださいって。 LINE とかでできるんですか？いろんなことを聞いてくだされば答えますよっていう話をさせてもらうんですなって、それをしないと次にセッションの時また元に戻っちゃうから面倒なんですモチベーションって上がるっていうじゃないですか。下がるから上がるんですよ。あ、そういうことなんです。でも私はいつも実は下がるもある。そう、なので私、平常心を高くしてくださいって言うんです。モチベーションって言葉を使うから上がると下がるんです。
上がるがあるから下がっちゃうんですよね。で誰かと会って刺激受けた頑張ろうって言ってのはテンションもモチベーションも両方上がってるんですよ。でもモチベーションは下がるものなのでそれはやめてくださいねっていう、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ逆の方向で、ありがとうございます。そうなんです。あ、じゃあもう高く最初に、そうあのね、ものすごく高くなくていいんですよ、うん、平常心で、ね、ある程度高ければ気持ちよく生きられるんです、うんうんうん、その平常心を保つことができない方が多いので、それを保つためにこうしたらいいよって話をさせていただくんです、でそんな話をしながら自分の平常心も上げてるみたいな、そうですね、ミキさんの平常心がどうなる、そうなんです、モチベーション上がるって私最近だからモチベーションって言葉が出てこないんですよ。人生の中でモチベーションって言葉卒業したような感じで、もういらない、いらないです。平常心がどこっていうだけなんで、モチベーション平常心、そうモチベーションと平常心は違う、違うというか、ただね、結婚してるのでなぜか主人だけは、イラつくんですけど、おかしいな、おかしいな、そうなんです。なんでうちの人はここにいるのっていうのは、おかしいな。他の人にはよくても、あのね、主人によく言われるんで、なんで俺だけさ、あのそんなにすぐ怒られるのってよく言われるんですけど、おかしい、なんか別物なんで、そう別物なんですけど、なんかちょっと共感できるところがあっちゃったりなんかしてね、なんでしょうね、なんでここにタオルがあるのとか。でもね、昔はそれさえもすごくイラついてたんです。でも今はちょっと笑って、はなんでここにみたいな、これマイナス10点ねみたいな、ね、君は今マイナス何十点だからみたいな話に変えられる人生の方が良くないですかみたいな、それってもう本当に心の中の、そうそうそうです、あの満たされることだけしたいので、やりたいことだけやってるんですよね多分、ずるいですけど、でもそうしたらそういうやりたいことしかやらない人生になるっていう、ね、なります、なります。私嫌なことやってません。やりたくないことをやったりするからちょっと心がね、そうそうそう、やっぱついていかなかったり落ちたりとかするんですよね。そうなんですよ。それやめればいいだけじゃん。簡単、簡単、そうそう、言葉は簡単な、そうそうそう、やめるだけでいいんですけど、それがなかなかね、できないっていう4文字がかかっちゃうんです。なので一緒になって思考を変えましょう、でもう頭の思考って寝癖と一緒なので、寝癖ついてるよって言われたら、え、どこって鏡だとこう、ここが寝癖でもここやっちゃうんですよね、こうやって。そこじゃないよ。全然治ってないよ。全然治ってないよ。でも、どこに寝癖があるのか、思考の癖があるか分かると、そこだけ直せばいいんですよ。それは皆さん、鏡見ないで、どこってやっちゃうので、うまくいかなくなる。でもなんか簡単にすごいさらっと言いましたよね。そうなんです。あのね、簡単に言ってるんですけど、最初の3ヶ月のうち、そうですね、ね、1ヶ月ぐらいはみんなね、訳が分からんって言うんですけど、だんだんね、3ヶ月でセッション終わった後、3ヶ月っていうのがやっぱキー、ね、ね、通常になるまで3ヶ月かかるみたいな。でもその後でも、皆さん考え方が変わってるので、やり方は分かっているのでやるだけですし、後になって、あの時ね先生が言ってた意味やっと今分かったって、今かいっていうね、こともあるんです。後からね、そうそうそう、自分の中でこう落ちる時っていうかね、そうなんです。あ、でもその時が楽しいみたいなので、そういうこともやらせていただいてます。でもこれもね、番組があったからできたことなんです。そうなんですか。そうです、満たすラボという言葉が浮かばなかったので、あ、満たすラボっていう、ですごい気に入ってるお名前なので、商標登録もさせていただき、満たすラボ R になったんです。皆さん使えないですからね。あ、使えないです、使えないですからね。ちょっといいなと思って、言葉がいいなと思って使っちゃうんですね。もうね、あの調べると使われてますってなるので、でもね、そこにこだわってますので、じゃあもうミキさんのこの本当に満たすラボのミキさんに出会ったことでもきっかけをいただいた方はもう、ありがたい、たくさんいるってことですよね。本当にね、たくさんゲストの方にも来ていただいたことによって、いろんな方を会わせていただいて、学ばせていただいたので、感謝しかないですよ。ミキさんに救われた方も本当幸せな人生を。そうなんです。そうやって言われるとすごい恥ずかしいです。いやでもね、本当に多くの方ですね。そう、でも私が救われてるんです。だって私がそれによって心満たされてるので、満たしが満たされてるので、満たして満たされるみたいな。そうなので私救われてるっていう感じですね。ありがとうございます。そうだったんです、ね。なので、ね、あの、これからはひろこさんに、皆さんの心を満たしていただけるように。ぜひ頑張って、私も心が温まる。
番組をねお届けしていきたいなと、はい、今ゲストの方、はい、吟味して、はい、お届けね、はい、いただけると思いますので、はい、しておりますので、はい、ぜひこの後、はい、私が引き継ぎます、はい、4時からの S チャンネルもどうぞよろしくお願いいたします、はい、お願いします。ありがとうございました。はい、今日の三日ラボ最終回のゲストは並木美希さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか変な感じです。番組が新番組ですね。出てます。あそこ読んでください、はい、次の番組は4時半からですね。さやかの爽やかマンデー5時からです。あ、ごめんなさい、4時半あれ5時からです。5時からですね。ああ4時半です。あ、ごめんなさい、いいですね。あ、ここにいらっしゃる。ごめんなさい。さやかの爽やかマンデーですね。はい、新しい番組ですね。ゲストは氏家のり子さんと中尾智子さんでよろしいですかね、はい、新番組ですね。はい、そして大人の大人女性のですね、はい、4時半からはさやかの爽やかマンデー、ゲストは氏家のり子さんと中尾智子さんです。